はい、皆さんこんにちは、タカです。今日は久々に一人でオープニングを撮ってるんですけど、レナさんにサプライズをしていきたいと思います。いつもね、 YouTube とか仕事とかめちゃくちゃ頑張ってるので、そんなレナさんにサプライズディナーをプレゼントしたいと思います。早速行きましょう。今夜のレストランに着きました。おしゃれなお店だね。あー、さすがタカちゃんだね。焼肉でした。はい、ではレナさん、いつもお疲れ様です。ありがとうございます。年末なので年末年始、私は行ってしまいますから、ドイツに。飲んでいいですか？飲んでいいですか？いただきます。まだスピーチ行く。長いスピーチ来ますよ、社長から。タカが払ってるからより美味しいですか？より美味しい。黒毛和牛って書いてあったよ ね、なんか京都の方の平井牛だって。平井牛？平井牛。え？もう酔っ払ってるの？平井牛なんかのと飛騨牛って思ってたよ。ちょ平井牛、飛騨牛じゃないよ。タカが話を聞いてないと思うよ。私絶対に話、皆さんどっちを信じますか？はい、こちらに、はいはいはい、見てください。京都の平井牛和牛です。美味しそうだね。これちょっと焦げがあって、めっちゃめっちゃ美味しい。そっち阿蘇山の麓で育った美味しいお肉だって。阿蘇山の、あの出てる煙全部吸ってるから、よりスモーキーに感じるかもしれない。それはどうか分かりませんけどね。続いてめちゃめちゃ美味しそうな握り寿司。私はお肉寿司が大好き。レナ社長の一番の大好物じゃない？握り寿司。Yes. 焼肉より握り寿司の方が好きだもんね。そうだよ、先ほど私は間違えた飛騨牛だね。京都の平井牛。平井牛、うん、満足ですか社長？もう満足だよ。ちなみにどうやって見つけたの？これこれね、ラグジュアリーカードっていうクレジットカードのサービスを使って予約しました。へえ、そういうおすすめがあったんだね。タカちゃんのおすすめね。タカちゃんのおすすめじゃない、すすあのそのラグジュアリーカードというところにありがとうって言わなきゃいけない。うん、今レナと一緒のやつ食べた。うん、これ美味しい。うまっ。すごっ、近いものが出ましたよ。本当ですか？次のこのコースはめっちゃ高いんじゃない？値段はね、内緒にした方がいいかもしれない。あ、来ました、早い。2杯目のビール。レナがお肉寿司に感動してる間に頼みましたよ。タカがビールに感動しすぎてるよ。で、この後はちょっとなんかビールで流し込むのがもったいない。そうそう、よく気づきました、ね、よかった。なんなんなん、これせいろだって。これウニとアワビとわかめじゃない？わかめのせいろ。せいろって何？せいろの説明はちょっと難しいよ。じゃあちょっとウニ。全然苦くない。アワビとアワビとウニちゃん。だって焼肉のお店だけど、海鮮だから。お口に入らないよ。入りましたよ。楽勝で入りましたよ。本当に美味しい。社長来ました。めっちゃ美味しそう。こんな感じでなんか薄切りと厚切り両方。社長。まずは薄かな。僕が全部コンシェルジュやりますよ。やった。薄切り。あ、まだ熱。まだ温まってないから。ちょっと温まってない。温まってる。ちょっとあの触ってみて。焼いてくれるって言っても何も分かってないんだね。俺はもうちょっと網を待った方がいいんじゃないかな。あ、でも温かいね。熱いね。行こう。なんか薄切りって言われても、うん、薄切りといえば普通に言ったら厚切りだけどね。これ焼肉好きの人にはたまらないんじゃない、この映像。うん、そうだよ。どうですか？そうだよ、めちゃめちゃ、ね、超うまそう。あとタカが焼いてくれるって言っても私は自分で触りたくなりますよ。触らないよ、素人は触らない。あ、いただけるね、これ。どうぞ、うん、はい。それは何をつけるの？レモンかタレか。じゃあレモンに行く。お、2ですね。うわ、めっちゃ香りがいい。香りで死にそう。今はもちろん今日タカが誘ってくれて、こんな素晴らしいことをやってくれて、うん、あの喜んでドイツに行けるけど、うん、ドイツから1ヶ月後に戻ってきたらまたここに食べに来なきゃいけないよ。無理ですよ。そんな頻度で来れるような、もうちょっとレナ社長がお仕事頑張って
自分のお金で来る方がいいんじゃないですか。あのなんかウェルカムバック的な、日本にお帰りなさいませってやつ。あそう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 。これもね、そんなめちゃくちゃ焼かずに表面はちゃんと焼いて、でもさ牛タンって好み分かれるよね。よく焼きでカリカリにするのがさ好きな人と、俺どちらかというとそれが好きなんだよ、よく焼きカリカリが。そう、タカがよく焼き、牛タンの食感がさ出てくるじゃん、こうプリプリっていう。俺焼肉のプロだよ、焼肉の素人いろんな美味しい焼肉食べてますよ。食べることでプロにならない。ちなみにさっきさドイツ行くって話してたじゃない。そうだよ、僕は日本で羽を伸ばします。あ、こう羽をちゃんとこうスポンとして畳んで家にちょっと行ってちょっと仕事してください。畳んでますね、はいはい。ちなみにね、今日このレストランを予約した、はい、まあ、ラグジュアリーカードっていうクレジットカードあるじゃない、はい、それね、海外旅行行く時も便利なサービスがいっぱいあるんだよ、うん、どういうサービス？世界の主要空港のラウンジが使えたりとか。いや、あれめっちゃいいよね。そう、ラウンジ使えるってすごいよね。飛ぶ前にラウンジでなんかちょっとだけ飲んだり、リラックスして。特に私みたいにどこかで乗り換える人ね、乗り換えなきゃいけない時はラウンジがあると。待ち時間ラウンジで過ごせるとね、旅のクオリティ上がるもんね。めっちゃ上がる。あと国際線利用する時とか、荷物を自宅から空港まで無料で宅配してくれたりとかする。おお、いいね。だからすごいよ。じゃあドイツから帰ってきたら空港に家まで持ってなくてもいい。そう、空港で預ければ家まで届けてくれる。それはいいよね。だからさ、俺らみたいにさ海外旅行バンバンよく行く人、うん、このカードめちゃくちゃ便利だよ。そうだよね、もういろんな特典がついてていいよね。食べましょう。お、焼けましたよ。めっちゃ焼けた。お、そんな歯切れいいんだ。うわ、やば、思わず興奮してしまいました。え、私の牛タン触らないよ、触るな。おいしいと触るな。いただきます。これが現実ですよ。フォアグラって言ったよ。フォアグラだね。フォアグラとお肉のコンビネーションでペッパーのってる。ペッパーちょっと辛いらしいよ。こういうペッパーが好きだよ。あのめちゃめちゃ辛くはない。そんな一杯乗せる、全部乗せたら辛いんじゃない。まあ、バカチタだからと思いました。なんよ。もう一口一口おいしい。ちょっとだけペッパーがあるから特別感がある。ではでは、レナ社長が焼いてくれた厚切り牛タン、うん、これマジヤバいでしょ。マジヤバいよ。ちょっとタレつけてレモンも垂らそうかな、ちょっとだけ。いただきます。これめっちゃうまいね。弾力の中にもちゃんと脂の甘みもついてるよ、うん、追加したいのこれ。イエス、タカも喜んでるね。俺が食べたかったからここだでしょうね。社長来ました。めっちゃ素敵、めっちゃすごい。どうするの。サーロイン、シャトーブリアン、ランプ、特選。おい、カチャカチャすなよ。まずはおすすめはここですね。ここからいきますか。はい、OK、はい、お酒も来ました。シャトーブリアンからいきますか。これ一番美味しそう。一番高そうなお肉からいきましたね。おー、綺麗。おー、美味しそう。レナ社長より綺麗かもしれない、このお肉。No. それはちょっと言い直して。レナ社長の方が綺麗。レナ社長と同じぐらい綺麗。とほぼ同じぐらい綺麗。めっちゃ美味しそうじゃない、これ。綺麗だし。私の分もやってみましょう。うわ。社長が笑ってますよ。この匂いがやばいよ。もうお肉と油のバランスがめちゃめちゃいい。続いてミスジいきたいと思います。タカはお腹いっぱいになり始めてる。全く。何が一番楽しみですか。サーロインですか。サーロインとこれもすごい美味しそうだね。ランプ。ランプ赤身だっぽいもんね、うん、そう。さっぱり食べれるものがやっぱりこの年になってくると嬉しいですよね。この年になってくるとってどういうこと。油よりもExcuse me? 年齢関係ないよ。私はすっごい非常に若者だよ。コメント欄でも来ますよ。皆さん優しくしてください。特選ミスジいっちゃいますよ、うん、ふん。うわー、やば。いただきます。なんか全然美味しそうな顔してないよ。脂っこいとかっていう言葉は出てこない、これ食べて。
あ、そう。こうサラサラって感じ。チョイスをするときに何かの、うん、ゲームとか日本にあるの？赤身から食べてって最後脂身に行くと脂身の美味しさがより美味しく伝わるんだって。もう私の話全然聞いてない。あれ？何の話だった？こう決めれないときにどれを決めようか。サイコロか鉛筆じゃん。そうそうそう。ドイツはそういったなんかカウントをするようなゲームみたいなのがある。イネムイネムスてスラップデンデキスてイネムイネムオントゥーブスウェック。あ、それ日本にもあるよ。ああるの？そうそうそう、このどっちどっちどちらにしようかな。だからどこの国にもあるんだね。そのでもさ、それさ、どっから始めたらどこで終わるかって毎回決まるじゃない。でもなんか何個があるかによって変わる。ああ、そっか、3つあるのか5つあるのかで、でも2個しかないとどこで始めればいい。だから食べたくない方から始めれば食べなくていいとかね。そういうこと。じゃあ、はい、どれいきます。今残ってるのはサーロインとリブロースとランプ、うん、これにしようかな。多分俺たち一番好きなのはランプだと思うよね。ランプ、うん、あ、サーロインもすごい。あ、サーロインもいいね。リブロース、ありがとう。何で食べますか？うーわ、なんかわさび使ってないから。やば、見て、見える？見える？ピント合ってる？これはわさびじゃない。わさびちょんちょんつけて、これお塩ももらった方がいいかもね。うん、来たよ、旨味岩塩。うん、塩とわさびのリブロース。うん、うまっ。怖い。こういや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 、おいしい、おいしいランプ。レモンをつけようかな、さっぱりしたレモン。焼肉ってマジすごいよな。楽しいよね。うわ、歯切れいい。おいしい、とりあえずおいしい。わかりますか、レナ社長でも。レナ社長でも。いや、わかんないよ。美味しさがわかりますか。美味しいということがわかるよ。よかったよかった。焼肉終わったと思ったら、すき焼きの焼肉が来ました。そう、あの、これさっきのすき焼き風焼肉だよ。そう、私の。あ、飲みたい？飲んでもいいよ。絶対に好きじゃないの。え、ギネスめっちゃ美味しいよ、スモーキーで。え、美味しい。まだまだどんどんお肉は来ますよ。うん、ふん。ちなみに今日この焼肉だけじゃないんですよ、私からのプレゼント。準備できてますか、心の。いや、私はあんまりサプライズされたことないから。そうなんで、見てください。何かわかんないと思うけど、どうぞ。鮭、鮭書いたか。鮭で書いた。書いたな。ちょうどさ、レナがさ、ドイツに行くじゃない。うん、だからレナと、あとはレナ両親とかレナの家族、うん、ふん、もう日本酒が好きな人多いから。あ、日本酒のセットを用意しました。どうやって、タカはお酒について何も知らないのに、どうやってこれを準備できたの？今日このレストランを予約した、まさにラグジュアリーカードのコンシェルジュっていうのがいて、はい、そのコンシェルジュの人と相談しながら、はい、こうサプライズにプレゼントで何がいいかっていうのを相談しながら決めた。俺は日本酒をプレゼントしたいって言ったら、うん、こう日本酒のこれがいいんじゃないですか、これがいいんじゃないですかってみたいなのをリストでくれて、こうって。おで、その中から選んで、はい、持ってきてくれたっていう。持ってきてくれた。そう、このお店に。そう。まだありますよ、ちなみに。そうなの。これはおじさんとおばさん用じゃない。こちら、これレナのママとパパと、あとはレナも好きなもの。じゃあ開けていい？え、もっとあったの？もう一個あります。すごい。レナとレナの両親、はい、プレゼントって感じかな。うーん、読めません。お茶、これ玉露です。富士の玉露茶。いや、それは絶対に喜ぶ。あれもおしゃれだね。そう、これもすごい、ね、おすすめしてもらいました。そうなんだ。もう一個ありますよ。じゃあこれ、なんか大きいの一番最後残しました ね。そうだよ。いや、プレゼントは楽しいよ。なんだろう。巾着、見て、かわいい。バスケット、確かにかわいらしい。抹茶セット、抹茶セットでございます。え、これ茶筅じゃない？じゃあこれに茶筅入ってるの。そうだね、茶筅だね。すごい。茶筅と、あとはこっちの巾着のところに、うん、おー、かわいい。抹茶お茶碗、かわいい。ザ日本っぽい。わ、かわいらしい。すごい、かわいい。ありがとう。これ両親にあげなきゃいけない。そう、両親に俺からのクリスマスプレゼント。で、抹茶もありました。そうです。こっちに抹茶が入ってた。お抹茶。お抹茶。家で抹茶立てて、ドイツで両親に飲ませてあげてください。はい。玉露茶もそうね。ありがとう。すべて
私とコンシェルジュからのコンシェルジュさんからのプレゼントなんですか。そうそうそう、コンシェルジュの人も一緒に考えてくれました。でも他にもホテルの予約とかもしてくれるし、これ電話でも問い合わせできるし、メールでも問い合わせできるし、チャットでもできるんだよね。今の時代って感じだね。そうだね。チャットでコンシェルジュとコミュニケーションを取りながら、なんか電話をするのが嫌いな人いるじゃないいます。メールもめんどくさいって言ってるでしょ、うん、チャットでできるから。そっか、すごいよ、うん、てな感じでレナさんのサプライズプレゼントでした。成功しました。ちなみにコンシェルジュさんのチャットの反応めっちゃ早いからね。チャットの編集もすごく早くて、すっごい助けられました。でタカがちゃんとあの前もって準備してなかったという感じ。あ、そうですねうわ美味しそう。うわやばいやばい、これもう焼けるんじゃない、もう食べれるんじゃない。そう、すき焼き焼肉めっちゃ美味しそうじゃない。これトントントン、卵にトントントン、トントントンは違うよね。これはギュギュギュだよ。そう、つまらない親父ギャグ出ました親父ギャグでもないからねこれ本当に辛いよ、はい、食べてくださいよ辛いの俺だよこれを毎日聞かされる俺の気持ちになってくださいよ、うん、このお肉をさ、これね、このご飯にトロンと巻いたさ、こんな感じでご飯お肉、うん、めっちゃ美味しいんじゃないこれ。うん、卵かけご飯みたいな感じ。うん、美味しい。これはどっちかというとご飯かけ卵だよ。ご飯かけ卵卵かけご飯じゃない卵が主役ってことご飯かけ卵あとはタカが俺のミモザ来ました。私にミモザを、おい飲むな人のやつ。シャンパンとオレンジジュースでしょ。そう、これがマンゴーのシャーベットだから美味しいでしょ。いいよねシャーベットね、うん、さっぱりして、うん、これすごい美味しい。本当のマンゴーが入ってるな。本当かな、うん、皆さん信じれますか、うん、このバカ舌、うんうん、あ本当だ、果肉入ってる。美味しいよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大満足ですか。大満足しましたか。お会計はどういうこと。ちなみにね、お会計でもすごいよ、はい、そう、これラグジュアリーカード。あ、これ新しいカード。そうそうそう、これね、今日2名で予約してるじゃない。イエス。でも1名分無料だから。え、これ特典で。そう、ラグジュアリーカードの特典で、特定のレストランなんだけど2名で予約すると1名分無料になるっていう素晴らしい。月何回使える素晴らしいよねこれイエス、めっちゃ使いたいよ。ラグジュアリーカード、すっごい重たい。そう、重たいしデザインがシンプルですっごいかっこいいね。マスターカード。そう、マスターだから使いやすいしね。クレジットカードって基本プラスチックじゃん。イエス。でもこれメタルカードだから重たいよね。重厚感あって重たいんだよね、はい、一回落としてみて、うん、すごい。そう、これがあのお金を払う道具ですよね。そう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 、だからお金払ってください。私がこのカードを使ってお金を払いますタカさんのお会計で。そう、ちなみにこれね、届いた時の箱もめっちゃかっこよかった。あ、そう。そう、すごいシンプルな箱で高級感ある感じの。そういうことね。なんか全てがこうプレゼンテーションされてる感じ。ね、払ってください。はい、じゃあお会計します。皆さんごちそうさまでした。本当に美味しかったです。満足しましたか？満足です。タカさんのプレゼンテーションはどうですか？ありがとう。良かったですね。本当にこのレストランが良かったし、良かったです。あとプレゼントがあって嬉しかったわ。これからドイツにから帰ってきた時に、うん、またこういうディナーが欲しくて、はいはいはい、今後はそのコンシェルジュの方に、うん、あの花を用意してもらって。わかりました。じゃあレナが帰ってくるなというタイミングでコンシェルジュの人に相談してレストランをまた予約しますね、うん、そう。で花、あと花束ね、花全部コンシェルジュの人用意してくれますよ。そうだね、安心してくださいよ、はいはい。ちなみに今日紹介したラグジュアリーカード、コンシェルジュの人もすっごいサポートしてくれるから、もし興味がある人は概要欄ぜひチェックしてみてください。チェックしてください。レナさんが喜んでるようにパートナーを喜ばせることができます。そうですよね。そう、すごい。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。